リューベックはドイツ海軍のフリゲートであるブレーメン級フリゲートの8番艦で同級最後の艦。艦名はドイツ連邦共和国の都市リューベックにちなむ。リューベックはノルト・ゼーベルケ・エムデン工場にて1987年6月5日に飛港し同年10月15日には浸水1990年3月19日に竣工すると ビルヘルムスハーフェンを母校とする第四フリーゲート戦隊へ編入された。収益以来、リューベックはドイツ連邦軍の実施した多くの海外派兵へ参加している。1994年、1995年、1996年には北大西洋条約機構の実施したオペレーションシャープガードの一環で、 旧ユーゴスラビアへの経済制裁を目的とした海上輸出の監視任務のためアドリア海へ派遣された。2003年から2004年にかけてと2005年から2006年にかけては普及の自由作戦の初任務に従事した。その中で2005年11月にはリューベックが中心となってアデン湾を経由するクルーズ客船ドイッチュラン島海賊から護衛した。 2007年7月からは国際連合レバノン暫定中流軍に参加した。南オセチアでの武力衝突発生後の2008年8月21日には第一常設 NATO 海洋グループに参加するドイツ艦として国会へ派遣された。そこで行われた NATO 合同演習にはリューベックのほか、アメリカ海軍から FFG-50 テーラー。 スペイン海軍からアルミランテファンデボルボーン、ポーランド海軍からゲネラウカジミエシュプワスキが参加した。2009年には NATO の軍事演習、ウナタスに参加した。そこでは、リューベックは2発の RIM-7 シースパローミサイルで持って標的艦コノリーを射撃した。ありがとうございます。